皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。写真 AP アフロ1月8日日産自動車の元会長だったカルロス・ゴーン被告が逃亡先のレバノンで記者会見を行った。首都ベールートで開かれた会見には 12カ国から約60社の報道機関が参加。しかし、日本メディアで参加を許されたのは、テレビ東京、朝日新聞、小学館の3社という異様な事態とな、持論を展開する。私は、この場所に客観性を持った記者の方たちに来ていただきたいと考えた。いわゆるプロパガンダを持って、偏った視点を持った記者の方たち、正しい分析ができるとは思えません。 だからといって、そういった人たちとの接点を全く持たないように、逃避しているわけではありません。あなたたちの前で私は、強い追求を受けるかもしれない。厳しい質問を受けるかもしれない。残念ながら、この部屋は限られたスペ、そうした意味で、日本のメディアが少ないという印象を受けられたのかもしれません。会場に入るのが認められたメディアは、ゴーン被告が自ら選んだという、ネット上には、朝日、 テレ東 WBS、週刊ポストってどういうチョイイス毒にも薬にもならんと判断されたのか単なる、チェックミスなのか、などと様々な声が飛び。関連記事、カルラスゴーンを切った日産自動車、三人の侍、ゴーン被告が自身の不当な扱いについて1時間ほど演説し、日産から支出された資金は、政党などと日本の司法制度についても厳しい批判を展開した。 その後、質疑応答の時間が設けられ、まずは、レバノンの方から、と、地元メディアを、次々と指名。質疑応答開始から15、ゴーン被告から、それでは、日本の方を、テレビ東京はどこですかと促されたことで、ようやく日本のメディアがマイクを手にすることができた。テレ東の記者が、英語で話しますかと尋ねると、ゴーン被告が、英語でお願いします。英語で話してくれないと、 答えられませんよと返し、会場に、笑いが、あなたは日本で尊敬されている存在だったが、日本の法律を破ったから、ここにいるのではないかと質問すると、検察は、情報漏洩はできないという法律があります。で、漏洩している。私だけが法律を尊重しなければならなくて、他の人たちは法律を尊重しなくていいということで、あれば、これは、不正な、仕組まれたシステムだ。 私が一体何をしたというのでしょうかと主張する。続けて、週刊ポストの記者が指名された。ポストの記者は、日本のメディアの数があまりにも少ないことに驚きました。日本のメディアを締め出したいという意思が終わりなんでしょうかと、質問。これに対し、ゴーン被告は、日本のメディアを除外しているつもりはありませんと迷う